アンディル・コントは、フランスパイ・コールド・カレー兼、リレ出身の元男子、プロテニス選手。1988年の全仏オープンテニス、男子シングルス準優勝者。左利き。バックハンドは、片手打ち。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス6位。ATP ツアーで、シングルス9勝、ダブルス10勝を挙げた。1980年に、 地元全仏オープンの男子ジュニアシングルス部門で優勝し、プロ選手に転向。1984年には、同じフランスのヤニックの後ペアを組み、全仏オープンのダブルス優勝を果たしている。1988年全仏オープンでシングルス決勝進出を果たしたが、マッツビランデルに5から7、2から6、1から6のストレートで完敗。1983年のヤニック、 のは以来となる、地元、フランス人選手としての全仏オープン優勝を逃した。ルコントがこのチャンスを逃した後、フランス人の男子テニス選手で4大大会のシングルスに優勝した選手は誰もいない。全仏オープンでは2年後の1990年にも、好成績があるが、この時は、ヨナス・スベンソンに準々決勝で敗退している。男子国別対抗戦。 デビスカップのフランス代表としては、生涯通算41勝25敗の成績を残した。ルコントは、高不調時の差が大きい選手で、好調な時は世界ランク1位の選手にも勝てるが、不調な時は世界ランク200位以下の選手に負けてしまうと言われた。実際、スーパーショットでエースを奪う反面、簡単に決められそうなボールをミスショットすることも見受けられた。 ルコントは現役生活の間に二度の手術を克服し、1993年6月にドイツハーレの芝生コートの大会でキャリア最後の優勝を飾った。1996年に33歳で現役を引退し、現在はスイスのジュネーブに在住している。ありがとうございます。